トーストに乗せたスクランブルエッグとベイクドビーンズベイクドビーンズとは、インゲン豆を甘辛いソースで調理した料理である。名前の通りオーブンで蒸し焼きにしたものもあるが、通常は名前に反して煮て作られる。英語の発音上は、ベイクドビーンズがより近いが、日本語ではしばしばベイクドポテトなどに見られるように過去分子の無性音の後のマイナスへど戻とされることがあり、 この場合もその例に当たると考えられる。缶詰として販売される、ベイクドビーンズの多くは、ネイビービーンズ、または、アリコビーンズと呼ばれる白、インゲン豆から作られる。アイルランドとイギリスのベイクドビーンズには、トマトソースと砂糖が最もよく用いられる。アメリカ合衆国のボストンでは、ソルトポークとハイトーミツから作るソースを用い、街自体が、ビーンタウンとあだ名されるほど人気がある。 メイン州やケベック州のベークドビーンズにはしばしばメープルシロップが用いられる。缶詰のベークドビーンズは温めて食べたり手軽なおやつとして缶から直接食べたりもする。ビーンポットベークドビーンズに使われる豆はすべてきた。アメリカに自生するものであり、1528年にイタリア、1528年にフランスに導入された。ンン豆、カボチャ、トウモロコシは 共演作物であり、三姉妹という農法によって、アメリカ州の先住民族によって、一緒に栽培されてきた。別の説によると、水府によって、フランス南部からかすれが伝わるか、フランス北部やチャンネル諸島からの豆の煮込み料理が伝わったと言われている。おそらく、様々な地域に由来する類似料理のレシピが、北、アメリカで融合して混ざり合い、最終的に今日のように親しまれている。 ベイクドビーンズになったものと考えられる。今日の多くのレシピでは豆を煮込むが、伝統的には焼き物や中鉄製のビーンポットで下にした豆をソースとともに蒸し焼きにして作る。ペノブスコット族の習慣に起源を持つかもしれないメイン州の伝統的な料理法、ビーンホール調理では石を敷いた穴に焚き木を置いて火をつけ、炭になったところに味をつけた豆11ポンドを入れたポットを置き、 土をかけて一晩、またはそれ以上蒸し焼きにする。こうして調理されたベイクドビーンズはメイン州の伐採キャンプには欠かせないもので、毎食提供された。豚肉を入れた豆の缶詰は簡易食品の中でも最初に作られたものであり、20世紀初めにイギリスで、塩漬けの豚肉と豆をトマトで煮た缶詰が1860年代に、 南北戦争中のアメリカ陸軍兵士に支給された。アメリカ食品医薬品局は1996年にビーンズ・ウィズ・ポーク、またはポークビーンズという名前の商品にほとんど豚肉が含まれないことが消費者に広く理解されるまでに何年もかかったと述べている。イングリッシュ・ブレックファストイギリスとその旧植民地ではベークド・ビーンズというとトマトソースで煮た缶詰を刺す。 ベークドビーンズはフルイングリッシュブレックファストに欠かせないものだと考える人もいる。近年は他のブランドが追い上げてきてはいるが伝統的なベークドビーンズのトップブランドとしてハインツはそれ自身がベークドビーンズと同義で使われている。ハインツのベークドビーンズは1886年にロンドンの高級百貨店フォートナムメイソンで高価な舶来品として 初めて売り出された。今日では、むしろ安価な食べ物であるが、伝統に則っ,って、ハインズのベークドビーンズは、今でも高価な容器に入れて売られている。イギリスのスーパーマーケットでは、ストアブランドのベークドビーンズを一缶あたり30、ペンスイカで販売しているが、有機農産物ブランドのものでは一缶1.5ポンドを超えることもある。スーパーマーケットでは、 ベイクドビーンズはしばしば仕入れ原価を下回るほどの古典的な目玉商品である。ベイクドビーンズはソーセージの中に詰められたり、ベーコンと共に副菜になったり、ピザのトッピングになったり、他の食物と組み合わせて用いられることが多い。バーベキューポークサンドイッチとベイクドビーンズアメリカ合衆国では、ブッシュブラザース、バンキャンプス、B&M、アレンズ、ハインツ、 キャンベルスープカンパニーがベークドビーンズの大手製造元としてよく知られている。ブッシュブラザースとバンキャンプスは様々なベークドビーンズを作っているが B&M のものはほとんどがボストン風である。これらの製品の多くは自家製のものと比べて塩味よりも甘みがかったソースを使用している。ハインツのベークドビーンズはイギリスで売られているものとアメリカで販売されている。 同等品の間には大きな違いがある。アメリカ向けの製品には、イギリス向けの製品には入っていない、ブラウンシュガーが含まれ、イギリス向けの製品に含まれる糖分が一缶あたり 7g なのに、対して 14g もの糖分が含まれる。また、アメリカ向けの製品の方が、より柔らかい食感で、色も若干暗い。長年の間、イギリス風のハインズのベイクドビーンズは、 単なるビーンズという商品名で輸入品という扱いで売られていた。ただし大きさは本国の4 1 5ムに対して3 8 5ムであった。ニューイングランドでは北部ではベークドビーンズに通常は甘みをつけ、ソルトポークと共に石窯で6から8時間かけて蒸し焼きにする。南部と東海岸ではソースにマスタードを入れるため若干辛い。 またベーコンや牛ひき肉が入ることも多い。ガーンジー・ビンジャー・ポーランドのブルターニ風豆ベークドビーンサンドイッチ多くの地域にベークドビーンズと似た伝統的料理がある。ベークドビーンズのサンドイッチとベークドビーンズを用いた変わった料理が多数存在する。ベークドビーンサンドイッチはその名の通りパンにベークドビーンズや溶けたチーズ等の副材料を挟んだものである。二千二年、 イギリス栄養士会協会は、缶詰のベークドビーンズの製造者に対して、1日に摂取が望まれる野菜の量の後、6を取ることができると宣伝することを認めた。この情報については、砂糖や食塩の過剰摂取を指摘する循環器学者によって批判された。しかし、正常なコレステロール値を示す人でも、ベークドビーンズの摂取が、総コレステロール値と低比重。 リッポタンパク質値を低下させることが分かっている砂糖と食への使用を控えたヘルシータイプの製品を提供する製造者もいる。ベークドビーンズの摂取は時折食後にヘの発生を促すことでも知られている。これは、タトが腸内細菌メタノブレビバクタースミシーによって発酵させられることが原因である。オリゴ糖はそのまま小腸を通過し、 大腸に達すると細菌がそれを分解し、大量の腸内ガスを生成する。ありがとうございます。